お願いします、はい、タイトルコール。では次はゆるキャラグランプリ2019今週のランキング、はい、いきたいと思います。エコーありがとうございます。ゆるキャラグランプリです。、はいはい、10月の25日まで、うん、1日1人一票を投じれるゆるキャラグランプリ、うん、各ね、あの、はい、いろんな日本中のご当地ゆるキャラたちが参加しているんですけども、うん、府中界隈のゆるキャラたちも検討しています、参加していますということで、うん、その中から府中界隈のね、うん、何体か今週の順位どんなランキングになっているかっていうのをご紹介したいと思っています。はい、では参ります。はい、そして続いて115位、エントリーナンバー727番、府中アスレチック F フットボールクラブ所属アスレ君。府中アスレティック FC クラブ公式マスコットアスレ君、先週から11ランクダウン。ランクダウンしてしまいましたアスレ君。おろおろ、うん、そうですね。でも115位ですからね。115位なんですけど、うん、ちょっとね心配なんですよ。だんだん順位が下がってきてるんですね、うん、おっと。8月6日91位、8月13日93位、8月20日104位、そして8月27日115位と、そう、毎週お届けしてるとだんだん順位が下がってきてる状況が、ね、目に見えて、他が頑張ってるんですね、きっとね。アスレ君頑張ってほしいなということで、うん、今週はですね、はい、なんと取材のね、あの、お願いをちょっとしてみたんですね。すごい、うん、ということで、うん、この東京アスレチックフットボールクラブの方からメッセージをいただきました。皆さんこんにちは、立川府中アスレティック FC の源明です。今日はゆるキャラグランプリ2019に初エントリーさせていただきました期待の新人、クラブ公式マスコットキャラクターアスレ君のご紹介をさせていただきます。いい感じ。アスレ君はフットサル国内トップリーグ F リーグに参入しているフットサル男子トップチーム立川府中アスレティック FC の選手たちが中心となり、アスレマスコットプロジェクトを立ち上げたことから誕生したクラブ悲願のマスコットキャラクターです。このプロジェクトではクラウドファンディングを活用し、ファンの皆さんや地域の皆さんに多数のご支援をいただき誕生しました。クラブにはこれまでマスコットが存在しなかったのですが、クラブが府中市で誕生したことから東京競馬場の馬を強く意識し、エンブレムのデザインには馬と蹄鉄を採用しています。もちろん選手たちが着用するユニフォームも馬をイメージした茶色のユニフォームを着用するスポーツチームは世界的にも稀なのですが、それだけ地域性を大事に活動してきたクラブです。そんなクラブの公式マスコットキャラクターを誕生させるとなったのですから、もちろんキャラクターは馬をモチーフにしています。人気スポーツイラストレーターのリオタさんによるキャラクターデザインはとても可愛らしいものとなり、大きな反響を呼びました。アスレ君はスポーツはもちろん、お祭りや賑やかなことが大好き。チームのホームゲーム会場アリーナ立川立飛では、その圧倒的な可愛らしさ、それだけではなく地域のお祭りやイベントにも積極的に参加し、会場を大いに盛り上げてくれています。ぜひゆるキャラグランプリ2019ではアスレ君に投票をお願いします。お願いします。わあ、すごい、ありがとうございます。源明選手から応援のメッセージをいただきました。選手から直接、しかしすごく賑やかな場所だった。みんな応援してるんです。応援、そうそう、すごい、なんか大勢いらしたのかな、ね、なんだろうね、そうですね、後ろもね、はい、先週あったこのアスレ ね、あの交流会の方でこの収録をいただいたということで、素敵、はい、改めましてこの、ね、F リーグ日本フットサルリーグの府中アスレチック FC ナンバー5フットサル日本代表もされていらっしゃいます源明選手からの応援メッセージでした。ありがとうございます。世界の源さんです。わざわざこんなメッセージをいただくと思ってなくて、ちょっと正直ビビりました。びっくりしますね。ありがとうございます。本当にそのね、自分のこのプレーとかの話じゃなくて、アスレ君のことだけを話してくれる のね。そうなんですよ。なのでちょっと僕らからちゃんとお伝えもします。このね、はい、源選手なんとですね、うん、F リーグ通算100得点達成ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、で記録達成を記念して、はい、今週末9月1日の、立川立飛のね、うん、アリーナ立川立飛ですね、こちらで行われる、バトラーロール
浦安戦のキックオフ前にこの100得点達成のセレモニーも行うということで、うん、おめでとうございます。そんなね自分のセレモニーのことじゃなくて、本当ですよね、アスレ君を応援してみんなでね投票しましょうということで、すごい盛り上がっていきましょうよ盛り上がっていきましょう、ね、本当にわざわざこんなありがとうございます、ね、源選手そしてですね、府中アスレの皆さんありがとうございました。ありがとうございます。このラジオ府中ズでは、うん、ラジオ府中ズでは、うん、はい、このね毎週金曜日にこの府中アスレのマルチスポーツ情報を朝ですね、はい、午前7時半から10時半のおはよう府中ズの中で、うん、あの情報番組の中でこのアスレのねスポーツ情報番組も、うん、行ってますので、そちらもぜひチェックをしてみてくださいということで、素晴らしい、アスレ君みんな応援してください、かわいい、応援しましょう、みんなでね盛り上げていきたいと思ってます。アスレ君今週は115位でした。はい、はい、じゃあ引き続き順位の方、他のねキャラクターたち